はい、公認会計士資格説明会、試験制度及び合格率難易度についてのガイダンスを始めていきたいと思います。担当はレクセニー講師二宮です。どうぞよろしくお願いします。はい、こちらはですね、会計士の試験概要についてですね、お話をしようというね、理解していただこうという動画となっておりまして、試験の制度であったりですね、合格率や難易度についてですね、話をしていく予定です。早速ではありますけれども、まず試験制度に関する話としまして、もうお調べになられている方もいるかと思いますけれども、会計試験は単答式試験、論文式試験、この2つの試験で構成されています。単答式試験はマーク形式の試験で、選択肢が与えられていて、その中から正しいものを選びなさいという形式の試験ということになります。大学入試でいうところのセンター試験ですね。はい。で、一方論文式試験っていうのは、これ論文って書いてあります通り、選択肢は与えられておらず、記述をしていくという試験になっていまして、大学入試の国公立の、二次試験のようなものをイメージしてもらうといいかと思います。はい。ただ論文式試験についてはね、結構その名前から誤解を受けがちなんですけども、すごい長い文章とかを書かなければいけないっていう試験ではなくてですね、どちらかというとメイン科目の会計学なんかはですね、3行から6行程度の記述問題っていうところが何問も出されてくる形になりますんでね。で、計算問題とかも含まれていますから、数字を答える箇所っていうのもありますしね、もう純粋に長い文章を構成していかなければいけないっていう、そういうものではないんですよ。だからそこはちょっと司法試験とかですね、弁理士の試験とかとは大きく違うところなのかなと思います。論文とは言ってもね、本当に論文を書いていくって感じではないんですよね。一個一個設問に対して答えていくだけという形になりますから、長い文章を書けなくても特段問題ないんだと思ってください。だから皆さんの中にはね、もしかしたら自分はちょっと文章力とかに不安を感じるとかですね、自分はすごく表現力とかに問題があるから長い文章はちょっと書くの苦手だなっていう方もね、いるかと思うんですけども、文章の上手い下手っていうのは全く合否に影響出ないです。結局ね、3行とか4行とかのレベルの問題であればね、もうキーワードとかね、コアとなる部分が書けてるかどうかですから、細かな表現力とかって関係ないんですよ。だから別に作文を書く能力が高い人が論文式試験得意かっていうと、そういうものでもないんですよ、別にね。だからそこはね、文章苦手な方でもですね、ご安心いただいていいのかなっていうふうには思います。はい。私もね、在学中に勉強スタートしてですね、はじめ司法試験にするか会計士にするかっていうふうに悩んだんですよ。何か資格が欲しいなっていうふうに考えていて、どっちでもよかったんですよ、正直ね。ただ司法試験についてはちょっと文章力とかが要求されるし、これなかなかこういうふうな能力っていうのは鍛えて身につくものではないのではないかなっていうふうに考えまして、文章力特にいらないよっていうふうに、会計士に、先にね、習えてその先生がいたんで、その会計士の先生とかに聞いてみるとですね、そういうふうに言われていたんで、そうなんだと思って会計士を目指したというような経緯がありますんで、結構そういう不純な動機でね、勉強を始めたっていうのはありますけども、割とそういう文章力について心配される方いるんで、ちょっとお話をした次第です。はい。で、ちなみにこれ単答式と論文式2段階の試験になっているわけですけど、単答式試験が1次試験、論文式試験が2次試験になっておりまして、単答式試験突破した人たちで論文式試験の競争が行われることになります。で、単答式試験については1回合格すればですね、2年間その後免除っていうのがありますんで、担当に1回合格すれば、その年の論文式試験、翌年の論文式試験、またそのまた翌年の論文式試験っていう形で、論文式試験を受験するチャンスを3回得ることができるっていうふうに考えていただくと分かりやすいのではないかなと思います。後で見ていきますけどね、論文式試験については合格率が約 40% 程度ある試験になりますんでね、合格率 40% の試験でね、3回受験すれば受かる確率の方が高いわけですから、基本ね、3回受験して落ちる方っていうのはあまりいらっしゃらないわけですけれども、中にはいるんですよ。これ業界的に三振とかって言い方をするんですけれども、ほとんどね、いないので、そこは安心していただいていいのかなと、これから勉強を始める方はね。はい。で、この論文式試験に晴れて合格すればですね、会計試験に合格という形になりまして、この後ですね、2年間の実務経験と、あと実務補習所っていうところに通いまして、単位の取得っていうのを行っていく必要性があります。
まあ、実務補習っていうのはね、これは原則3年ということになりまして、まあ、3年間実務補習所に通うことになります。これも皆さんね、あの監査法人とかに就職された後、まあ、あの実務補習所に通っていくんですよ。まあ、今日補習所だからって言ってみんなと一緒に実務補習所の方に行くんですね。まあ、東京だと市ヶ谷にこの実務補習所がありますけれども、市ヶ谷の方に通っていって、まあ、そこで講義とかを聞いたり、まあ、時には試験とかを受ける必要性があると。本当に大学と一緒です。仕組みはね、講義を聞いたら3単位付与されるとかですね、定期試験で一定の点数取らなければいけないとか、本当に大学と全く同じ仕組みになっていて、まあ、それをこなしていって最終的にですね、卒業試験としてこの修了考査って呼ばれるものが存在します。でこの修了考査っていうのはまた試験かよって思うかもしれませんけども、まあ、7割受かる試験になっているんでね、基本的にまあ受ければ受かると考えていただいていいのかなと思います。まあ、全然確率ねガバガバじゃないかと思うかもしれませんけど、3割落ちてるんでね。ただまあ修了考査落ちる方っていうのは、そのがっつり勉強して落ちる方じゃなくて、基本的に忙しくて落ちちゃうんですよ。監査法人内とかでかなり仕事を振られていて、全くその勉強する時間っていうのをうまく確保できなかった結果として落ちてしまうって方が圧倒的に多いんでね、しっかりと勉強した上で落ちる方っていうのは少ないんで、ここはまあ、受ければね、基本的に受かると考えていただいて大丈夫です。はい。まあ、特に落ちたとしてもね、ペナルティーが何かあるかっていうとそういうわけでもないですからね。また翌年修了考査からスタートすることができますから、一からね、振り出しに戻るわけではないんでね。はい。そこはもう安心してもらっていいと思いますね。はい。で、まあ、長い道のりではあるんですけどね、こういう最後の修了考査に合格して初めて、まあ、公認会計士登録することができるという流れとなってきますので、まあ、仮に今から勉強スタートされた場合は、少なくとも2年ぐらいは論文式試験の合格までに必要ですんで、時間がね。で、それに受かってからまたさらに3年後っていうことになりますから、まあ、本当に早くても最短で5年ぐらいね、会計士という資格を取るには時間がかかってくると思ってください。はい。たまになんかね、ネットとかで間違った情報とかで、20歳で会計士とか、21歳とか、22歳とかで会計士になってるとかですね、そういう間違った情報書かれてることありますけども、そんな存在しませんから、22歳とかで会計士になるってまずありえませんから、はい。それも試験制度的というかね、こういう仕組み的に絶対にありえないわけですよね。3年間実務補習も行かなきゃいけないわけですから、一体いくつの時に受かってるんだって話で。で、監査法人とかも基本20歳を超えていないと就職はできませんからね、はい。監査法人に入ってから起算したとしてもですね、本当にまあ本当に最短で23とか4とか、まあ、24ぐらいでしょうね、最短で言ってもね、はい、24歳じゃないと、まあ、会計士には少なくともなれないかなというふうには思います。はい。で、話を戻していって、このまあ担当式試験、論文式試験ですね、これがまあ会計士になるまでの道のりの中で一番まあ超えなければいけないね、高い障害ってことになってきますけれども、他のね、実務要件とか実務補習とか修了考査っていうのはこれ別に問題ないんですよ。今監査法人に就職できないってことはまずないですし、実務補習っていうところに関してもこんなん別に普通に単位を取っていくだけですからね、大学卒業する方がよっぽど難しいですよ。で、修了考査についても7割受かるわけですからね、ここもそんなに問題ないわけです。だから結局担当と論文受かれば会計士になれるかどうかっていうところのね、本当にもう9割方は決まってくる形になります。はい。で、担当式試験、論文式試験っていうのは、じゃあどういう試験かっていうのをこちらに載せてありますけれども、担当式試験は年2回ですね、12月上旬と5月下旬に行われていまして、それぞれ第1回と第2回っていう形でカウントされます。まあ皆さんの感覚だとね、5月が第1回じゃないのかって思うかもしれませんけど、これは8月の論文式試験の受験っていうところから考えて1回2回っていうのを、まあ、番号を振ってるんですよ。要は12月の担当に受かった方で、まあ、その年の8月の論文で、また5月の担当式試験に受かった方で8月の論文なんで、1回目は12月なんですよ。で、12月担当、5月担当、それぞれ第1回、第2回、年2回行われていて、どちらかに合格すれば論文式試験に、まあ、駒を進めることができると。で、合格発表は約1ヶ月後ってことになりますんで、まあ、12月担当は年末年始を挟みますから、1月中旬に発表ということになります。で、具体的な試験の中身としては、1日でね、試験科目4科目、企業管理監査財務というこの4科目の受験っていうのを求められます。で、財務会計だけはね、これは他の科目と違って
時間も2時間で配点も200点満点ということになりますので、他の科目は全部100点なんですけども、財務だけ200点満点の試験になっていて、トータル500点満点です。でこのうちトータルで 70% 程度ですから、350点程度取れば例年合格ラインに乗っかってくる点数だと思ってください。ただここはね、日照簿記の試験と違ってですね、絶対的にその7割取れば受かるってわけでもなくて、年によってはですね 70% を合格ラインに超えてくることもありますんでね、基本的には相対評価の試験で、問題が簡単な場合っていうのは合格ラインは上がってくるんだと思ってください。約ね、担当式試験の合格率っていうのはこれ下に載せていますけども、だいたい 15% ぐらいなんですよ。まあ年によってだいぶムラはありますけどね、だいたいまあ 10% から 15%、 まあ高い年だと 20% 弱ぐらいある年もありますけれども、まあ、それぐらいが合格率ってことになりますんでね、まあ基本は相対評価の試験で、上からそれだけのパーセンテージの人間が受かっていく試験だと思ってください。はい。であとまああんまり気にする必要性は担当式についてはないんですけれども、あの足切りっていうのもありまして、特定科目の点が40点を下回っている場合っていうのは、まあ、これ足切り食らうと、これはもうね絶対評価なんで、40点下回っていれば足切りです。まあ1科目ね40点下回っているいて、全体の点数は350点超えていると、この場合っていうのは不合格ってことになりますから注意してください。まあほとんどないですけどね、担当式試験は4科目しかないんでね、1科目でも足切りを取るような点数の科目があればですね、足切りを取るような科目があれば全体の点数で7割超えてくるっていうのは相当に厳しいので、まああまり担当については足切りの心配をする必要性はないのかなと思います。ただこれがね、次の論文式試験になると足切りっていうのはね、かなり現実味を帯びてくるんです。6科目ありますから、これ足切りで落ちる人って私も何人も見てきてます。特に多いのは監査論と企業法です。この2科目については、ちょっと長い論述を求められる科目になってくるんですけども、問題数が本当に少ないんですよ。でその少ない問題に対して間違ったことを書いてしまったら、もう一発アウトになってしまいますから、結構怖いんですよ。あまり他の科目って足切り食らう可能性低いんですよ、問題数多いんでね。だから監査と企業法についてはですね、本当に論点がずれてしまうと、それだけで一発レッドカードになってしまいますから、本当に正確な知識と普段からね、ある程度その知識を吐き出す訓練っていうのを積んでおかなければいけないので、まあ、その辺のね、ところはまたね、予備校で行われている答練っていうのをね、活用してもらってやっていただく形になりますけども、その訓練っていうのが論文の対策においては非常に重要になってきます。はい。まあ、論文式試験の足切りは本当によく見ますから、まんべんなく勉強するっていうところをね、心がけてほしいなって思います。できるだけね、得意科目も不得意科目もないっていうのがいいんですよ。得意も不得意もないと。得意科目がある方って大体苦手科目もあるんですよ。何か得意科目に関してはですね、その人のまあアルゴリズムが合っていてですね、まあ、すごく、まあ、その人にとってはね、その科目が得意なわけですけども、でも他の科目、これ会計試験っていろんなね、科目が出てきますから、それぞれやっぱりね、感覚が違うんですよ、勉強していく上でのね。まあ大学受験とかでもそうじゃないですか。数学得意な方っていうのは、まあ、すごい数学はできるんだけれども、何か他の社会とかがすごく苦手だったりするじゃないですか。割と何か尖った力を持ってる人っていうのは、何かね、ちょっと他よりも劣ってる部分っていうのがあったりするんですよね。でそういう方よりもどちらかというと得意も不得意もない人の方が、まあ、受験においてはいいのかなっていうふうには思います。ただまあこれはどうしようもないことですけどね。私も実際に得意科目もありましたし不得意科目もありましたからね、そこはしょうがないところなんで、ただまあ なるべくね苦手科目があったとしても、そこで最低限の点数は絶対に死守できるだけの、まあ、勉強をしていかなければいけないんだっていうのは普段から心がけなければいけないですね。はい。で論文式試験については具体的にはね、これ8月中旬に行われる試験で、まあお盆明けに行われますね。で11月の上旬に合格発表です。まあ約3ヶ月弱ですね。まあ合格発表までね、これアイドリングの期間があるわけですけれども、まあ相当この期間はモヤモヤしますね。あんまり他のこともね手につかないですし、また翌年に向かってね落ちた時のことを想定してね、翌年に向かって勉強するっていうのもモチベーションを維持することはできませんから、もうこの期間はね遊んでしまっていいのかなっていうふうには思いますけれども、
まあ、この3ヶ月っていうね、ちょっと長い期間を経てね、合格発表が行われて、そこから監査法人への就職活動がスタートして、だいたい11月中にはもう内定まで出るようなイメージになってきます。はい。だからちょっと11月のね、合格発表後は慌ただしいかと思いますけれども、もう監査法人の就職活動っていうのは本当に短期集中でね、まあ、2週間ぐらいで終わってしまう形になりますから、一般のね、その民間の就職活動とはちょっと違うと思ってください。はい、で、試験日程として、論文式は3日間行われるわけですけども、これまあ夏の暑い時期にね、3日間試験を行う形になりまして、相当にまあ辛い試験です。まあ、体力的にもね、精神的にもかなりね、辛い試験になってくるかなと思います。私も自分の受験振り返ってみてもですね、3日間はあんまりね、熟睡はできなかった記憶がありますんでね、まあ、結構寝不足の状態のまま試験に臨むような形になりましたから、相当体力的にもね、きつかったなっていう記憶があります。はい。ただまあ、それはもう皆さんね、同じ条件での戦いということになりますんでね、まあ、きついところをね、乗り越えていくしかないのかなと思いますね。はい。で、具体的にはね、1日目、監査論訴税法、2日目、会計学午前午後、で、3日目、企業法選択科目っていう、こういう構成になっているわけですけども、基本すべてね、2時間って形になるんですけど、会計学午後だけはね、これ3時間ってことになりまして、これまあ、会計学午前午後って書いてますけど、それぞれ管理会計と財務会計に相当します。会計学の午前が管理会計論、会計学午後が財務会計論です。なんでこんな表記をしているのかっていうとですね、この会計学っていう一つの科目で評価されるからなんです。管理会計と財務会計、トータル300点満点なんですよ。まあ、管理会計が100点。要は会計学の午前が100点。会計学の午後が200点なんですけども、トータル300点なんですが、この300点満点で何点取ったのかっていうところで、これで足切りとかもね、判断されることになりますから、なんかある意味、まあ、受験生の皆さんにとってはですね、これ有利に働くのかなと思います。1科目ずつね、分かれてる場合っていうのは、他の科目でカバーすることができないんでね、こういう管理会計と財務会計セットの場合、2つ両方こけてしまうとね、当然もう全体の点数も下回ることになるんで、足切りとか云々の話は関係なくなるわけですけれども、2つセットだと足切りの可能性っていうのはだいぶ減りますよね。1科目失敗してももう片方でカバーすることができますからね。科目が分離しているとね、足切りのリスクっていうのが生じやすいわけですけど、セットになれば足切りの可能性っていうのは低くなりますからね。はい。まあ、そもそも会計学でこれトータル300点振られてるわけですから、300点振られてるもので足切り食らう点数取ってしまうと、後でカバーしきれませんからね。会計学で足切り食らうような人っていうのは、どのみち全体の点数でもまずね、合格ラインには到達していない人になりますから、会計学に関しては足切りの心配はいらないのかなと思います。はい。で、あと、選択科目に関しましては、これはね、経営学、経済学、統計学、民法の4科目から選択することになります。ちょっとページ移りますけども、まあ、こちらですね、選択科目。この4つからどれか1つを選択することになります。で、8割型経営学選択です。統計、経済、民法っていうのは、これはね、結構得意な方が受ける科目になってきますから、何か大学とかで専門的に勉強していると。あるいは、まあ、司法試験の合格者とかね、担当式試験免除された状態で論文からスタートするんで、民法とかをね、選択科目に選択して、まあ、ここでいい点数を取って、他の科目のね、穴埋めをしていくっていう方もいます。まあ、民法がこの中だと一番取ってはいけないでしょうね。会計士の受験生の皆さんにとって、一番ね、学習負担も重たい科目になりますし、圧倒的にね、母体のレベルが高いです、募集団のレベルが。ここで戦うのは得策ではないので、まだね、経営学以外選択するとしても、統計とか経済だったらまだね、いいのかなとは思います。はい。ただまあ、特にね、専門的な知識を有していない方は、経営学選択が一番いいです。これがまあ、実務においても役に立つ部分です。まあ、統計学も役に立ちますけれども、経営学の知識っていうのも結構使う場面はあるんですよ。特にこの経営学という科目の中に含まれていく財務管理、ファイナンスと呼ばれるもの、まあ金融工学とかって言ったりすることもありますけれども、ここの知識っていうのは仕事をしていくときにも使う場面っていうのは必ず出てきますからね。だからまあ実務にも根ざしている部分っていうのはありますんでね、経営学っていうのを選択してもらうのが受験戦略としてもその後のね、実務的に働いていくときにのことを考えてもですね、一番望ましい選択なのかなっていうふうには思います。はい。
ただまあどれを取ってもらってもね100点満点ってことに変わりはありませんので、選択科目ねどれか選択していただいて、まあ、それで戦っていく形になります。はい、まあ、これが論文式試験で、あとまあ合格基準としてはねこちら 52% っていうところが、得点比率 52% っていうところが合格ラインになってきます。得点比率っていうのはちょっと聞き慣れないかと思いますけども、これ偏差値だと思ってください。偏差値、偏差値で52を取れば合格です。偏差値50でねちょうど平均なわけですから、偏差値52っていうと平均よりも少し上って形になります。まあそう考えるとね、あれなんかいけそうだなって気もするかと思うんですけども、ただこれ大学受験でいうとね偏差値52っていうのはそんなに取るのは難易度は高くないと思うんですけど、会計士の試験の偏差値52っていうのはこれ団子状態の試験になりますから、本当に1問が重たいんですよ。1問取れるか取れないかで合否が決まったりするんですよ。1問に泣いてる人ね本当に何人も見てきました。あと1問ここのね単語正解してたら受かってたよねって方本当に何人も見てます。だから本当に団子状態の試験になっているんで、もうみんなができることっていうところをねとにかく落とさないようにしなければいけないっていうのをね優先的に考えて勉強に取り組んでいかなければいけないです。みんなができるところを安定して点数取れるようにしていくような勉強が重要ですね。はい、で論文式試験の足切りは先ほどお話しした次第 で科目合格っていうのがね一応救済措置としてありまして、全体の点数としては不合格なんだけれども、特定科目についてはすごく出来のいい科目があった、まあ、具体的にはだいたい例年 56% 程度っていうところが科目合格のラインになってくるんですけども、得点比率 56% 以上のものがあればその科目については無効2年間免除されるというね、まあ、そういう試験制度になっています。でこれはまあ残念ながらね税理士の試験とかと違って永久的に免除されるってものではないので、まあ、無効2年間しか免除されないんですけれども、まあ、翌年の試験とかそのまた翌年の試験において免除を使って他の科目で勝負っていうふうにすることができるんで、まあ、少なくとも翌年の受験に向けたその1年間の勉強の負担を減らすことができますね。まあ、科目免除をね利用すればねその科目について勉強する必要性がないわけですから、まあ、圧倒的にアドバンテージは得ることができます。はい、まあ、これがまあ論文式試験ということになりまして、まあ、昔はねこの論文式試験の合格を果たせばね会計司法っていう資格がねついてきたんですけれども、今の試験制度ですと会計司法っていう資格は撤廃されていますので、まあ、単なる会計試験の合格者という位置づけになってきます。まあ、先ほどお話しした通り、まあ、この後ねまた実務要件などをね満たしていただいて最終的な会計士登録までは少し先ということになりますね。で次にね今度試験の難易度についてお話をしておきますと、担当式試験についてはまあこれ一応データをね拾ってきているわけですけど、まあ願書の提出者数と、まあ、答案提出者の数、まあ、合格基準点合格者数実質合格率っていうのを出していますけれども、まあ、この願書提出者っていうのはあんまり気にする必要性ないと思ってください。これ不思議なものでね願書を出して結構1000人ぐらい受験しなかったりするんですよ。まあこの平成25年1回なんか2000人近くね受験してないわけですけども、まあ会計試験の受験料も結構高いんですけどね、2万円ぐらいするんですけど、2万円出しておいて受験しないのかよって感じはしますけれども、まあ結構一定数いるんですよ。まあ願書は一旦出しておいてね、まあ受けるつもりだったんだけれども結局まあ勉強は間に合わずに受けても受かんないだろうなっていうところで見切りをつけてやめるって方はかなり多いんですね。だからまあこういうね提出している方とね答案提出者の数っていうところでだいぶ差はありますけれども、特にねこれデータ見ていくとねあんまり気にする必要性はないんですけども、12月よりも5月の方がねこの差が顕著なんですよ。でこれなんでかっていうとね、5月の試験に関しましてはこれ論文式試験からスタートする方もこの願書の提出者の数の中には含まれてるんですよ。要は可燃度の担当式試験に受かっていて可燃度論文式試験に落ちてしまっていると。で翌年論文からスタートする方はですねこの5月担当受験する方と同じタイミングで願書を出すことになるので、その願書提出者の数の中には論文からスタートする方も含まれているんで担当受けない方も含まれているんですよ。だからここはね欠席しただけではなくてですね受ける必要性がない人も含まれているんで、ここの答案提出者の数との間にだいぶ乖離が起きています。はい、別に全員欠席しているわけではないんですよ。はい、
受ける必要性がないから受けてないって方も5月担当のこの願書の提出者の数の中には含まれています。はい、だからまあややこしいんでね、基本的にここ見る必要性ないですよ。担当の難易度を見る上ではね、この答案出している人と、あと合格者の数と、まあ、実質合格率ですね、ここを見ていただくのがいいかと思います。はい、ちょっと私が邪魔で見れないかもしれないんですけども、まあ、この合格率を見ていくとですね、まあ、基本的にはだいたい 15% ぐらいから 20% 弱ぐらいのまあ合格率になっているのがわかるかと思いますんでね、ちょっとまあ難しい年もありますけれども、まあ、15% ぐらいね、合格する試験っていうのは一般的に努力すれば受かるレベルの試験だって言われていますから、まあ、本当にまあ頑張れば受かる試験になっていますからね、まあ、自分の努力次第で何とでもなるんだと思ってください。で、特にこの担当式試験に突破さえすればですね、論文は結構先が見えてくるんですよ。先ほどね、試験制度で確認した通り、論文を受験するチャンス3回得られるんで、で、論文式試験の合格率っていうのはだいたいこちら40% ぐらいなんですよ。 40% ぐらい、まあ論文もね、なぜか欠席者がいるんですけども、4割受かる試験だったら受ければいいのにと思うんですけどね、まあこの合格率大体4割ぐらいなんですよ。はい、まあ合格率4割っていうと相当にまあ受かりそうだなって感覚を持てると思うんです。だからね、担当式試験の突破っていうのが何よりもまあ厳しいハードルになってきて、ここを乗り越えられるかどうかっていうところが会計士になるまでの道のりの中で一番高いハードルになってくるんです。はい、だからこそね、またレックのカリキュラムの説明などでもお話があるかと思いますけども、まあ、レックのカリキュラムっていうのは担当1年合格コースっていうふうにしていまして、とりあえず担当対策に特化しています。で、その後担当受かってから別に論文のこと考えればいいじゃんというふうに講座を作っていますんでね、担当特化型のね、コースっていうのを初学者用に用意していますから、非常にまあ合理的なカリキュラムになっているのかなと思います。はい、まあ論文式試験はね、問題の難易度そのものは上がりますけれども、合格率はね、こういう4割ある試験になっていますから、あのそこはね、安心してもらっていいのかなというふうに思います。だから割とね、受験終わった方とかに聞くと、担当と論文受かるのどっちきつかったかっていうと、担当の方がきついなって感覚があったっていう人の方がまあ多い印象があります。まあ、私はどっちかっていうと論文の方がきつかったなって感覚は肌感覚としてはあるんですけれども、まあ、私の時代とね、ちょっと今の時代は違うんで、今の時代は担当の方がね、ちょっと厳しいところがあるのかなっていうふうには思いますから、まあ、そこの突破をね、やはり集中的に初めはやっていく必要性があるのかなっていうふうには思います。はい、よろしいですかね。はい、で、あとまあちょっと細かいこととしまして、最後に論文式試験の試験の特徴としまして、まあ、各科目ですね、まあ、理論と計算の比率っていうのをこちらに掲載してありますから、参考情報として見ていただくといいのかなと。まあ、論文式試験とは言ってもね、冒頭でお話しした通りですね、基本計算っていうのも含まれてますから、数字を単に答えさせる問題っていうのも、これ会計学午前であれば半分占めてます。会計学午後も6割ぐらいは計算が占めてたりしますから、まあ、理論ですね、理論が占めていると。で、計算4割ぐらい占めてたりしますんでね、まあこれ年によって比率は違いますけれども、あの計算と理論の比率っていうところで、まあ、結局計算が半分ぐらい出てきたりしますんでね、純粋な論文の試験ではないっていうところがこの、このね、出題形式からもわかるかと思いますね。はい、まあ、これを一つね、参考情報としてご確認いただくといいのかなと。で、あとまあもう少し具体的な難易度としてはですね、一般的にどれぐらいね、勉強しなきゃいけないんですかっていうのをよく聞かれますけども、会計士の試験ってまあ大体2000時間から3000時間ぐらいは勉強しなきゃいけないとは言われています。まあこれはもう人によってね、違うところになりますから、何とも言えませんけど、2000時間を勉強してない人もいますしね。で、逆に5000時間ぐらい勉強してる人もいますからね。まあ当然勉強期間が長引けば長引くほどですね、勉強にかかって、受かるのにかかった時間って伸びていくわけですから。大体まあ5年とか6年勉強してる人って、まあそれこそ5000時間とか6000時間とか勉強してるわけですよ。人によっては1万時間ぐらい勉強してる可能性ありますね。はい、だからまあそこはもう個人差があるんでね、何とも言えませんけども、まあ、少なくともただ2000時間ぐらいは勉強しないと、まああれだけの分量をね、学習して覚えきることっていうのは難しいのかなとは思いますので、2000から3000っていうところをですね、まあそれを一つの目安に考えていただくといいのかなというふうには思います。で、まあ難しい試験っていうよりも、ただ大変なんですよ。あの学習する分量が多いので、そこに飲み込まれなければですね、うまく合格することはできる試験ですんで、
何かね、予備校の講義とかを聞いたりね、予備校のテキストを見て、どんだけ読んでも全然理解できないことっていうのはそんなに多くはないです。まあ、予備校の講義とかも基本的に噛み砕いて話をしていきますから、まあ、それを聞いていただければね、ああそういうことかっていうのは大体わかることが大半ですんでね。大学入試みたいにですね、難しいね、よくわかんない証明とかをね、していかなければいけないとか、そういうものではないですから。基本受験生の皆さんっていうのは、予備校で与えられたものとほぼ同じものとかですね、見たことがあるものっていうのは安定して解ければですね、合格できる試験なんで、逆にそれができてない方が落ちてるだけですから。だからもうどちらかというとね、これ自分との戦いなんですよ。与えられたものをね、いかにまあコンスタントに消化していくのかっていうのが、これがもうね、重要になってきますんでね。だから難しいっていうよりも本当に自分に負けなければ基本的にはね受かる試験になっているんでね、ちょっと難しいっていうのとはまあ話が違うのかなとは思います。はい。逆にアクチュアリーの試験なんか難しいですよ。単純に数学的なね、難易度の高いね、レベルの高いことがね聞かれたりしますから、こちらはねなかなかその努力して受かるかっていうと難しいと思いますけど、会計士についてはね、少なくとも勉強した分に比例して点数は伸びていくわけですから、だからもう自分との戦いで自分に負けなければ受かる試験だと思っていただいていいのかなというふうには思います。はい。まあ、以上がですね、まあ、会計士の、まあ、こちらの試験制度などに関するガイダンスということで、何かね、まあ、参考情報があればね、お役に立つね情報があれば幸いですんで、まあ、今回のね、まあ、このガイダンスの話とかを聞いてですね、まあ、勉強始めようかなとかっていうふうに考えられた方はですね、またね、ぜひ、ゼックのパンフレットなどね、ご覧になっていただければなっていうふうに思います。はい。まあ、それではですね、これでガイダンスの方を終わりにしたいと思いますので、皆さんお疲れ様でした。